ゴスペルの空気ですね、はい、私も出せるようになりたいなって思うんです。僕も出したいですですよね、はい、私もジーザスの愛をしっかり受け取っています、うんうん、ですからね、私もからも出てきてほしいわけですよね。僕からも出てきてほしいですね、はい、でもね多分ね、はい、出そうとしてる時点で、うん、もう出てないと思うんですよね。あのこういう空気とかね、うん、雰囲気ってそういう出そうっていう気合では出てこないと思うんですよ。なんかオーラみたいな感じね、ねえ、それね、ただね出そうっていうふうに思ってると、うん、そのジーザスの愛じゃなくて、うん、私が何か出したいっていう空気が出てくるんだと思うんですね自分の方の欲みたいな何かが出ちゃうのかな。 それって全然違うじゃないですか。そう、ね、ジーザスの愛は出てないじゃんっていうことになるので、うん、どうすりゃいいんだろうっていうふうに思うわけですね。まあ、ありのままあんまり意識せずにね、なんか出てくれるといいですけどね。そうですよね。でね、あの困った時にはやっぱりバイブル見るのが一番いいと思うんですよね。あ、そうですね。でね、バイブルにはこう書いてあるんです。力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧くってあるんですよ。で、ね、うん、この命の泉っていうのがそのジーザスの愛が空気となって流れていくのと同じことじゃないかなと思うんですね。なるほど。だからこの命の水が、あの泉が心の中でどんどん湧いて流れていけば、私が思っているようなことが、あの空気が出てくるわけです、ね、心の中から泉が流れてくる。バイブルにそう書いてあるんですよね、はい、でね、そのためには心を見張れって教えてくれてるんですよね、うん、見張る、うん、はい、なのでね、ちょっと私はね自分の心を見張ってみたんですね。どうやったんですか。自分が今何考えてるのかなっていうのを意識するわけです、うんうん、そしたらですね、結構いろんなこと考えてるんですよね、うん、でね、何考えてたかっていうと、周りの人が私をどう思っているかなっていうことをいつの間にか気にしてるんですよ。なるほどね、はい、うんうん、誰かと一緒にいるときにその人が嬉しそうにしてたらとっても安心で満足なんですけれども、はい、なんか嫌な顔されたような気がするとちょっとモヤモヤしてきて焦ったりするんですね。確かにね、はい、でね、多分あの嫌な顔されたって言っても、うん、その人が本当に私のことを嫌だと思ったかどうかは確かではないんです、うんうん、なんとなくこうそんな感じがするだけなんですね。感じたってことね、はい、もしかしたらその人すごく疲れていて、うん、ちょっと暗い顔になっちゃっただけかもしれないし、うん、何かこう嫌なことをちょっと思い出しちゃったのかもしれないし、はい、まあ、私には全然関係ないことが顔に出ただけかもしれないのに、うん、それが気になって私の気持ちが重くなったりするんですね、で、ああこんな確かじゃないことをなんか重く心の中に持っていると命の泉に蓋をしてしまうのかもしれないなっていうふうに、蓋をする、なるほど、はい、うん、そう思いました。バイブルにはジーザスから目を離さないようにって、ジーザスのことをいつも考えるようにっていうふうに書いてあるんですね、うん、はい、でそれはね、元気を失って疲れ果ててしまわないためですって書いてあるんです。あは、だからね、きっとね、あのゴスペルディレクターさんって、うん、どんなに人が周りにいてもジーザスから目を離さないんじゃないかなって思うわけです。なるほど。だから自然にあのゴスペルの空気が出てきている、こう蓋がないので、うん、どん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 命の泉が湧いてるんだろうなっていうふうに思いました。あの私もね、いろんなことごちゃごちゃ考えないで、はい、しっかりとジーザスから目を離さないようにしていきたいと思います。